世界一周した時にいろんなこう、もともとは建築とかそういう建物を、有形のものを追っていく中で、でもそれの中で今度は無形のもの、踊りとか人に興味がいって、今は今度日本に帰ってきて、うん、日本中の民族舞踊に興味を持って、はい、なんだろうっていう形で、うん、この興味関心の力っていうんですかね、これはものすごい人だなって思うので、たくさんあるんですけど、うん、ちょっと今ちょっとだけ出してもらったっていう感じですね。人はなぜ踊るのか、ね、これは本当の今日来ている皆さん一緒に考えてみたい、また人はなぜ踊るのか感じてみたいテーマだと思うんですけど、名付けた友田さん、はい、今日高さんの話を聞きながら、はい、はい、こんにちは、今日は高さんの写真見せてもらって、やっぱり踊るっていうのはその生きてる場所にあるっていうのもまた素晴らしいですね。それと直接は関係するかどうか、今日宮城さんと、松本さんから話があって、このこういう企画があるっていうことで、なんか題名はなんかないかっていうことで、私も自分なりに、エイサーに関わったり、いろんな沖縄の祭りとか、あと舞踏ですね、舞踏に関わったりで、自分なりにいろんなこう考えることがあったんで、人は踊るっていう題はどうだろうかっていうことで、それをそのイベントのなんていうんですかね、テーマみたいにしてもらって、私もとても嬉しいんですけど、人は踊るってことを話してくれっていう宮城さんからの話だったんですけど、人はなぜ踊る、それとね、動物は踊るって思います、皆さん。動物の踊りは踊るのか、人は踊るっていうのは間違いなく皆さん、それはもう赤ちゃんもそうだし、踊るっていうのは間違いないんですよ、間違いないと思います。それ踊らない人もいるっていうけど、でも踊らない人でも本来は踊りたいんだよね、多分。そういう先生がないとかって言いながら、でも見てて楽しいし、いつの間にかそれをこう抑えられてっていうか、自分で抑えて踊らなくなってしまうけど、本来はみんな踊りたいものだと思うんですよ。踊りを見るってことでもいいし、そうすると、動物はどうなってんだろうかと自分なりに考えると、あ、その前人間はそれこそ人種といったら簡単すぎるけど、マトさん、宮城、僕、高橋さんとみんなそれぞれに出自も年もいろんなところで違うんだけど、みんなやっぱり踊る、音楽をする、歌う、もう一つは直接関係ないみたいだけど祈る、だからそれは本当に動物じゃやらないことだ。人間はなぜ踊るんだろうか、歌うんだろうか、祈るんだろうかっていう考えると僕はよくわかりませんけど、今日のいろんなところのいろんな人々の踊りを見て、やっぱり面白いなと思いました。高橋さんの写真見せてもらってもやっぱり面白いなという、踊るってことは何だろうかっていうのは皆さんそれぞれに考えたり、またこれから経験もなさるんでしょうけど、そのことはとっても面白いです、踊るってことは。流れとしたらちょっとまとまらないけど、どうしましょうか。大丈夫でしょ何でも踊りになりますかね。アイヌの踊りとか見てもそうだけど、お盆のやり取りをしたら踊りになるとか、手拍子とそれがその年で踊りになる、今走り回ってる子供たちのあれが踊りになるとかですね。アイヌの踊り、いくらかご縁のある人たちもいらっしゃるんですけど、とっても素朴、ある意味で言うと楽器は使う、もちろんムクリってあります、他にも楽器あるのはあるんだけど、今日のは主にとってもシンプルなっていうか、アイヌ旧来のアイヌの踊りらしい踊りをやっていただいたと思うんですよ。あれはね、本当に僕はなんていうのかな、面白いなっていつも思うんですね。それで今日の風の盆、はい、またこれから出る、これからですね、風の盆もそれこそエイサーなんかとちょっとパターン違って、
あの悲しみを踊りにしてるっていう、これは僕のあれですよ、あの悲しみ哀愁みたいなこう踊りというか、うん、そういうのっていうのはすごく面白いなと思うんですね。だからこのイベントはさまざまなあのこう踊りっていうのかな、これはねすごく貴重な、自分が出てるからってことじゃないんですけど、とても面白い企画を、そして読んでくださったことに感謝します。はい、ありがとうございます。マットさんどうですか、ちょっと今英訳のタイミングを伺って、英訳を英訳しようとね、私が放送しました、正面で無理だと思います。マトさんも本当にいろいろ世界中動きながら日本に来て、そうですよ、八重山、与那国の方まで行かれて、しかも日本のまたいろんな踊りも見られてるんですよね、そういう中でどうですか、民族拒否と踊るというテーマに。そうですね、あの、まあ、あの皆さん大体同じように話してるかと思いますけど、僕はもうそう、いろんな国、いろんな地域に行って、やっぱり歌も音楽も踊りも、本当に最も人間らしい、人間らしさが出るんですよ。で、よく僕、あるところで音楽、学を教えてるんですけど、いつも、学生に、音楽とか踊り芸術は何の役に立ちますかって聞いてるんですよ。でよくよく考えてみると何の役にも立ちません。お金別に金になるわけでもないし、長生きするかどうかはもう微妙な、でも何の役も立たない、けどなくてはならない、もう 人間である以上は踊りも、うん、音楽も歌も必ずないといけない、ないといけないもの、はいはい、うん、あ、いいですね、役に立つのかどうかそしてなくてでもならないものっていう踊り、ダメでしょ役に立たなくてもいいと思います。結局お金を求めてしょうがないと思います。そうですね、役に立つか立たないかってまだこれ価値ですよね、はい、ありますけど、高橋さんどうですか、また改めてちょっとこの話し足りないところあればぜひ今もう英訳のタイミングも本当にすいませんとしかちょっとごめんなさいとしか言いようがない。最後にマトさんが一言で締めてもらう、はい、お願いします、はい、じゃあどうぞ高さんまたもう最後に、うん、もう時間がですねまだもうちょっとになるんですけど、うん、あの思うところどうぞどん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 ですか、はい、あと 2,3 分で行きましょう、あと 2,3 分で、ね、すいません音響さん、ちょっと最後に1個だけどうぞねじ込んで、まありますねたくさんあるんですよ、その準備があって、今のちょっとまかないを出していただいてもいいですか。今日は高橋さんにこの話をしていただくときに、いろんな踊りを紹介しようかっていう案もあったんですけど、70以上の踊りを紹介するよりは民族舞踊がそれぞれの地域でどんな思いで踊られているのか、どんな風に大事にされてきたのか、またそれたちの生活の中でどんな風に意味付けられて、傷つけられて、この1年が回っているのか、そこをやっぱりもうね、1年何回もさっきの演舞なんかを行って体験している高橋さんなりの思いを語ってもらおうということにしたんですよね。なのでこれまた貴重な、はい、貴重なお話だと思いますので、ぜひ、はい、演舞に残ったご飯を山崎さんの夜食、夜夜の時期を何時やって思うと思うんですけど、さっき演舞組で30人って言いました、まあ、聞いていただきましょう、聞こえるかな、あ、止まっちゃいましたね、今のシーン何かっていうと、さっき演舞組、組で30人いるって言いました、まかない班含めて40人って言いました、でその一行が4日間、朝昼晩ご飯ももちろん必要ですよね、でそれをお母さん方がもう全食分作るんですよ、であれをちょっと細かく見ていくと、朝からカレーライスって書いてあるんですけど、お米炊くの5升とか書いてあるんですよね5升で4で今お母さんが話してたのは4升カレーライス分で1升はみんなが道中で食べれるように